う始まりました。始まってます。もうちょっと何名か待ってるまで。そうそう、うん、はい、待ってみましょう。行きましょうね。あ、ドキドキする。見えてます、ね。はい。はい、どうも。もうちょっと待ちまーす。皆さんこんにちは。元気してましたか？私も鼻がかかんないの大丈夫ですかね？この2、3日も花粉でもうどえらかったんですよ。昨日病院行ったんですけど。はーい、こんにちは。顔出ししておりますよ、お団子が。自分で言うのもあれですけど、ドキドキしております。はーい、きますかね。30人ぐらい。はい、はい、じゃあ始めます。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は梅田茶屋町にスペシャルゲストをご用意しております。プリコさんの、はい、ためにしと申します。どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。そうそう、今日何をするかというと、はい、アルコールアート知ってますか皆さん。私ね、知らなかったです。はじめ、あの店長が今入ってんだよっていう風に教えてもらって、そうそう、あの何何って言って、あのインスタをちょっとほじってみたら、もうなんかすごい世界が広がってて、こんな感じに、そうそう、これですね、こんなのとか、おーい、これやばいよね。これ作れるようになった、すごい。これしかもこれなんか、これはなんかすごいテカテカしてる、こうなんかラメが、パールっぽいラメが、これやばいですね、これ。はい、やばいです。こういうちょっと、うんうん、あのインクを使って、ちょっと特殊なインクなんですけど、こういう 絵というか、まあね、インクの模様を描いていこうっていうのが今日のお題です。お題です。はい、ほぼ初めてなので、あのごめんなさい、失敗したら。大丈夫です、でも楽しいと思います、ね。はい、お願いします。はい、そう、これでも失敗っていうか、それもあの楽しい感じしますよね。ですです。なんかもう本当に世の中に一つしかない柄ができるので、それはそれですごい楽しいので、うんうん、もう時間を忘れるぐらい没頭できるものなので、それをその楽しさを今日お伝えできたらいいなと思います。はい、ぜひよろしくお願いします。では、はい、まず、必要なものから紹介していきましょうか、ね。はいはい、じゃあインカメラ、インカメラのままですよ。あ、インカメラはこのまま行く、まあ、まあ手元で、はい、手元で、はい、いい、じゃあ下げますよ。下げる、あ、そのまま行きましょうか、大きいから、うん、じゃあまず紙からごちゃ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 、はい、行きます。こちらの横紙っていう山本修行さんの横紙なんですけども、はい、石鹸できてまして、結構インク水分を弾く表面で紙になってます。でアルコールが、こういうものなんですけども、アルコールの溶剤を上にポチョンと垂らして、で上にアルコール、無水アルコールを、垂らして、風を送ってこう、紙の上に模様を描いていくっていうことになるので、吸い込んじゃうとその風で奥までと、うんうん、あの送れなくなってしまうので、うんうんうん、あの弾く紙ということで、今回ユボを使って、すごいチュルチュルしてますもんね。はい、ツル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 、全然普通の紙と違って、うん、そう、光ね、もうすごいは光がこう分かる感じの、はい、インクを弾く感じになっております。はい、とこのインクですね、はい、はい、を使って、で、こちらの薬局でも売ってます、うんうん、こういう無水アルコールっていうものがあるので、うんうん、こちらで、伸ばして広げていくっていう風なものになります。はい、ちなみに、こちらの、あの同じ先ほどと同じ、こちらもインクになるんですけども、全く、そうですね、新品もこれがそちらです。ほい、全く色の入ってない、うんうん、ただの無色のインクっていう形になるので、こちらでも、無水や、エタノールと同じ、はい、うんうん、役割をしてくれます。まあ、おすすめはこれ買うんだったら
あの色のインク買った方がいいんじゃないっていう、コスパはいいっていうのであのメーカーさんだけどこっち側の方がいいよっていうふうに言ってます、はいはい、メーカーだけどメーカーだけど、そう、なかなか珍しい、優しいよね、あのお財布に優しい、はい、はい、どうしてもね、やっぱりコスパ面で、そうそう、うん、なんかね、割といっぱい使いそうなあれなので、やっぱりコスパが、あと結構バシャバシャ使っていくので、うんうん、それぐらい大きい方がいいですね、うんうんうん、なるほどなるほど、はい、はい、質問来てます。はい、トレペでできますか？トレペシングペーパーちょっと伸びにくい、うん、もうちょっと多分ツルツルした方がいいかもですね、紙は。あ、そうか、薄すぎ、あ、そうか、それもあるか、うん、でやっぱりユポシがおすすめ、あの一般的にですね、うんうんうん、アルコールインクやる中ではという感じですね。であとは、うんうん、ドライヤー、ドライヤーちょっと汚れてて申し訳ないんですが、いやいや年季入ってる感じ髪の毛こうくるくるするようなドライヤーを使ってます、うんうんうん、はい、でそれはなぜかっていうと、はい、風がやっぱり普通のこう髪の毛を乾かす用のドライヤーを使うと、うんうん、ちょっと風が強すぎて、うんうん、あのインクがビャッて広がりすぎてしまうので、うんうん、これぐらいの風力だとちょうどよく伸ばせるっていう形、うんうん、じゃあダイソンとかああいうのはダメですか？お高いみたいなお高いのはダメですね。そうですね、風量マシマシはダメみたいです。だいたい3000円ぐらいで売ってるので、うん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 、それぐらいがちょうどいいかなっていう感じです。で、アルコール そのエタノールを広げるときに使うスポイトですね、はいはい、これでチュチュチュとこう吸って髪にポチャポチャポチャと垂らしていくっていうような感じになります。でそれと横にちょうど今このペン立てを置いてくださってるんですけど、アルコールをちょっと吸わせて置いとこうやって置いとくように、これめちゃ多分便利だと思います。多分吸ってから横に倒したらダーって垂れちゃうので、あの吸ってから置いとくっていう、でしかもやりながらささっと取れるようにするのに立ってた方がいいのかなですね、うん、あのあると便利なものとしては、うんうん、本当にこういうペン立てとかを、うんうん、あの置いておくとすごく便利です。はい、はい、別に何でもいいと思います。はい、うん、あるといいと、あると便利なものシリーズその2なんですが、あのトレーですね、はい、こういうこうインクを垂らして風を送るときに、うんうん、あの風がやっぱ強いとこう紙の外にインクがいっちゃうんですね、で机とか汚してしまうこともあるので、トレーを引いて紙を入れて、でここに今マスキングテープを貼っているんですがですね、あの風邪で結構たわむので髪が、あの押さえておくとすごくいいですっていう感じです。あとあるといいもの、その3ぐらいで、ゴム手袋ですね、はい、これがあるとやっぱりあのアルコールが手につくと手荒れの原因になったりだとか、やっぱりあのネイルしている方はちょっとネイルが浮きやすくなってしまったりすることもあるので、やっぱりゴム手袋あるとすごいやっぱりいいですね。はい、なるほど、という感じ。あとその4はもっとあの汚したくない人、今ちょっと下にまたインカメラにすると思う、こういう新聞紙でもいいと思う、トレーの周りに何かしらの汚れと、もし飛び散ってもなんとかなりそうなような、はい、こういう茶色、今これは紙ですけど、もう新聞紙でも全然ありだと思います。それもあってもいいと思います。はい、それぐらいですね、あの必要なというか、そう、意外と少ない用意するものが、うんうんうん、それもびっくり、うん、めっちゃいいと思う。それもなんかやっぱりなんか初めなのにいっぱいあれもこれも買わないといけないってなると、なんか本当に続くんだろうか、なんかずっとできるんだろうかとか思っちゃうこともあると思うんですけど、これだったら普通にまあエタノールもまあ使わなくなったら消毒とかいろいろもできたりもするしね、いろいろできるし、まあまあこの辺もなんか探したら、うん、家にありそうなものがあるかなと思うので、だいたい100均とあとは薬局で作るかなっていう感じなので、うんうん、ですね、あとまあインク、うん、それぐらいですね。はい、なのでぜひあの始めてみてくださいと思ってます。はい、よろしくお願いしますでは、はい、お願いします。お願いします。じゃあ次ぐるっと、はい、実演いきます、はい、裏ギュンギュンと、じゃあまずはい、はい、ちょっとギュンギュン、そのぐらいですかね。ただいま手袋をしております。ギュギュッと、ギュギュッと、
皆さんやったことあります？知ってます？そもそもアルコールアートってなんじゃこれとか思ってます？知ってました？ねえ、どうでしょうか、うん、気になってる人はね、でも多かったね、うん、そう、SNS、そう、いいねとかめちゃめちゃくださってて、あの、この商品、あの手帳サミットにしかちょっと今回まだ販売しないんですけど、あの私の説明も悪くて売ってるのかと思ってあのご来店ちゃんとされてしまったこともあって申し訳ないと思いながら、2日間限定であのこのインクはとりあえず売ってみようかなと思います。まずアルコールを吸います。吸っております。吸っております。見えますか？こんな感じですね。ギュギュッと、ギュギュッと。この辺なんかハンズさんとかなんかあの理科の実験とかで使えそうなエリアに売ってそうなですね。これ名前知らんけど、これを、ね、立てて、やったことある人が一人いますね。おお、そうなんですね。すごい、うん、で、これで準備は整いました。で、使っていくインクなんですが、はい、今回はこの、販売していただくセットがですね、うんうん、この青と緑のインクとこのユポシーですね、うんうんうん、このユポシー、うん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 、セット、はい、見てます。と、あと、うんうん、そうですね、その2つですね、インクとこの紙のセットを売っていくんですが、はい、山本さんのね、そうですね、です、はい、この2色のセットと、うん、はい、持ちます。この紫と、あとこのダイヤモンドっていう無色なんですがキラキラしたラメの、インクですねの2カラーと、はい、あとこの茶色とゴールドの、うんうん、あの2カラー、ゴージャスな感じ、はい、ちょっとゴージャス、大人っぽい感じですね、うんうんうん、の、2カラーっていう3セットがあります、はい、で、どれからちょっと吸いましょうか。一番わかりやすい濃い色からします。こっち側から茶色、はい、茶色と黄色、はい、いいですか。これは金です。金、あ、金か、ゴールドです。ゴールドか、はい、ギラギラです。じゃあこれをちょっとまず最初にお手本でトライします。では茶色ですね、はい、とゴールド、あ、それか、はい、茶色とゴールド、まず茶色これです。でゴールドはこれはあのラメが入ってます、うん、ゴールドのなんかちょっとなんだろう、ドロドロした感じ、回す、こう上下する、使うときやっぱり振った方がいいんですよね。そうですね、あの茶色は振らなくても大丈夫です。あ、振らなくても大丈夫、はい、でゴールドだけそのラメが入っているの で、うん、なるほど、で中にこう拡散させるための、うんうんうん、攪拌ボールが入っているので、ちょっとこれでこんな感じで、ですね、はい、カチャカチャ振ってあげて、で垂らすっていう感じで使っていっていただければ OK です。はい、ではまずちょっと、じゃあ早速、一番初めてもいや一番初めお願いします、お手本も。じゃあその方が多分そうですね、うんうん、ではちょっと、はい、まずお手本を1回やってみようと思います。はい、ドキドキ。基本的なそのアルコールインクの楽しみ方なんですけれども、うんうん、まあ、基本の木から、はい、いきますと、はい、インクをこう一時的垂らして、うんうん、それを円状に広げていって、うんうん、その円状に広げていたものを重ねていくっていうのが、うんうん、まず第一の基本の木になる。これだから円をなんかいっぱい重ねていってこうなったってことですね。はい、そうです。なるほどなるほど。で、2色使うのは結構、うんうん、言ったらその一歩上のステージ。あー、確かに確かに。その方でも楽しいですよ ね、 ね、同じ色ばっかり作るよりもこう同じことやってるけど色がちゃうっていうだけでも、そうそうそ う、 そう、うん、楽しみがね、あのグッと格段に上がるので、うん、特殊なインク、そうですね、特殊なインクですね。はい、ちょっと匂いもね、ちょっとするかなっていう感じなんですけど、実際にちょっとやっていこうと思います。はい、ではちょっと茶色の方からいきますね。はい、ポーターポーターと2滴3滴垂らします。で、アルコール薄いエタノールを上から、まあ、3、4滴ぐらい。もう広がってる。はい、広がってますね。で、ドライヤーでこうくるくると円を描くように、おおお、なんかうようよしてる、うようよしてる。はい、広げていきます。おおおおお、なんかすごいですね、波紋がこうあっちこっちこう右行って左行ってみたいな。そうですね。で、まあ、アルコールが
主な材料になっているので、うん、なるほど、風を当ててあげることで揮発してすぐにどんどん乾いていきます。もうほぼほぼ乾いたですね、もうほぼほぼよいしょで、こんな感じ、見えますかね、見えたかな、はい、に今もう乾いてしまっています。でこれを繰り返すことで、アルコールインクがの模様がこう全面に広がっていくっていう感じで、さらにちょっ と, と、垂らしてみようと思います。よしで、ちょっと前に風で風を送ってちょっと動かしてみます、はい、見ますか、こんなもん見えるでしょうか。ちょっとカメラを移動しました。あ、そう、エンボスヒーターね、私もそう思ったんだけど、エンボスヒーターはちょっと熱が強すぎるかもしれないんで、あのやめといた方がいいかも。逆にかゆっぽしの髪が焦げちゃう、わかんないですけど、風でアルコールはこうあっちこっちこう生かすのでですね、あの横がちょっともしかしたらたわんだりする可能性があるので、横が結構こう石油とかで作ってるやつ、作ってる紙だと思うので、ただのこう普通の紙じゃなくって、なのであまりこう熱が強いものを与えるとちょっと良くないかもしれないです。なるほどなるほど。で今このくるくるドライヤー温風にはしてるんですけど、まあこれぐらいの温風だと手でこういうふうに押さえても別に熱くならないレベルなので、こう当てて近くで当てても特に問題はないです。ない。なるほど。はい、という感じで今2つ落としてみました。あ、無水板じゃなくて水でもできますか。いや、あ、水は厳しいと。多分エタノール、水はやったことないか分かんないですけど、多分、あのアルコールじゃないと多分飛ばないんじゃないかな。そうですね、アルコールでないと多分そのこちらの方にもそういう、あの溶剤を使ってるので、ちょっとアルコールでないと水で代用はできないですね。で次ゴールドちょっと垂らしてみますね、はい、ゴールドがまた結構面白くて、こういうそもそもちょっとこうキラキラときらめく感じのラメがすごく美しいので、ゴールドはいろんな色と結構相性がいいので、水色系とゴールドで合わせてもこうトロピカルな感じに仕上がったり、結構いろんなね、ゴールドと紫でもゴージャスな感じになって結構ねいいですし、こんな感じで茶色と合わせるとこう大人っぽい感じになるんじゃないかなと個人的には思ってます。見えますかね。見えますかね。ああ、日干しってありがとうございます。熱に弱いみたいなので温めすぎるとダメなんだって。そうですね。なんでやっぱりそのドライヤーがいいみたいですね。こんな感じです。見えますか。もう少し続けていこうと思います。じゃあまたちょっと茶色に持ち替えて。すごいあの。インクをこう寄せたり返したりするから、すごいそのインク垂らしてるところもすごいいいですよね。ねえ、ふわーんってしちゃうから、おうおうおう、風を操っておりますね。はい、風を操っております、ね、よいしょ。結構ねこうなんか、やっぱりランダムに模様ができていくので、そういったところも、楽しみの一つじゃないかな。思いがけないところに、こうなんかグラデーションができたりとかするので、やってても癒されますね。こんな感じで今度は、この辺りにゴールドをいきましょう。はい、ちょっとやっぱりアルコール使うんで、換気とかあのタバコ吸いながらとかは絶対やめてください、うん、そうですね、タバコはちょっと控えてください、うん、ちょっとやっぱり匂いが、なんだろう、アルコールちょっとなんだろう、シーナーではないけどちょっとツンとする匂いはします。なんですけど、めちゃめちゃ匂いするわけではないけど
どっか換気扇絶対つけたりとか何かしら の, その換気はした方がいいかなとは思います。そうですね、うん、あの初めこのアルコールアウトするときにあのお店でや、まあ、こうやって今今日やってますけど本当に匂いが大丈夫なのかっていうのが本当に不安で本当はぶっつけ本番でやるつもりだったんですけどちょっとやっぱり不安だから一回やろうって言って一回やったことあるんですけど、はい、まあねお店の中に匂いが充満しなかったのでじゃあ実際やろうっていう形にはなったの で, で今こんな感じで垂らしてみました。いいこれが一色ずつ広げるとこんな感じになります。まあ基本のこう丸いのを重ねていくっていう感じ積もり積もればって感じですね。そうですね。でこの辺りのこうグラデーション、うんうん、金と、茶色のグラデーションどうやって作ってるのかっていうと、うんうんはい、ここに茶色とゴールドを垂らして、うんうん、その中間にエタノールを垂らして乾かすと、うん、結構綺麗なこう金から徐々にこう茶色に変わっていくみたいなグラデーションができてそれもまた美しいのでそれもちょっとやってみましょうかね。はい、ぜひぜひ。はい、ではちょっとまたゴールドを攪拌させます。定期的に混ぜないとダメですよね。そうですね、結構粒子が重いので、うんちょっとこういう形で使う直前に振ってあげて、うん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 、じゃあぜひこんな感じで垂らしていきます、うんうん、いそして隣ちょっと開けたぐらいのところに茶色を垂らし、うんうん、エタノールで、うんうん、真ん中にはいつなげてあげます。なるほどなるほど。そして風は両側から混ぜ合わせます。混ぜた混ざっ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 たなんか残った綺麗綺麗いいですね。お見えますか？混ざってます、まあ、この辺りのそう濃度とかも、うん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 、エタノールを多くすればちょっとこう甘い感じの混ざり方になるしちょっとインクの方を多くすれば濃い感じの混ざり方になるのでその辺りをこうね自分で調節してもいいかもしれないですね。なんか薄いとなんかちょっと茶色はやっぱ赤みが出てすごいこうかわいいふわーっとしてる感じがする、ね、できた。どうでしょうか。こんな感じでグラデーションになります。なってる、はい、ね、混ざってる、はい、そうですね。このグラデーションの状態でどん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 重ねていったのが先ほどの、まあ、こういう形になります。ここまでねあのできると結構あのやってても楽しかったりあとはなんか、うん、こうじゃないんだよみたいな感じでいろいろねなんか試行錯誤を自分でしていっていつの間にか1時間経ってるとかそういういやだってでもだってこれだって丸 1,2,3,4,5,6,7,8 個、まあ、もっとあれは9かぐらいは、うん、多分9回ぐらいはさっき の, あの寄せては回数を繰り返しです、ね、輪っかをいっぱい作ってそれが集合体になりこういう作品になった。なるほど、はい、そんな感じです。いやではいよいよはい、はい、初めて、まあ、あの本番初めてですね。あの、はい、あのドキドキしておりますね。あの前回ちょろっとこうそう一回そう1時間ぐらいですか。あそうですね1時間なかったかななかった、まあうん、そうですよね、うん、ぐらいなのでそうそうで新しい今ヨポッシュをセットしました。はい、しましたで、うんうんうん、ちょっとゴム手袋をはめているのであそっか遅いんですが確かにちょっとマスキングテープで、はい、止めます。うん、よいしょ。まあねこうやって2箇所ぐらい止めておくと、うん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 、そこまでこう風でもたわわないのでなるほどいいかなと思います、うんうんうん、ではちょっとエタノール足しましょうね。はい、はい、お願いします。やっぱさ見てたらやっぱエタノールの使用量がやっぱ半端ないですね、うん、なのであの、うん、このボトルぐらいだと結構すぐに使い切っちゃう、うん、下手したらこれで終わっちゃうんちゃいます。これ使う、まあ、足るかな。それは足ると思います。2枚3枚ぐらいどれぐらいかなそのあそっか使用量によるかですね、うんうんうん、なので一概に言えないんですけども、うんうんうん、あのインクその色が入ってるこういうインクって結構長持ちするんですよ、うんうんうん、たったこれだけって思うんですけど、うんうん、もう半年ぐらい私はこれで使
使ってきたので、前回新しいのを下ろしたので、それまではずっとワンボトルで着てたので、あの色のついてる方は結構長持ちするんですけど、あの無水エタノールとか、あとその色がついてないインクに関しては、あの結構バシャバシャ使うので、あのこちらおすすめです。それするんだったら本当にプラス違う色で、まあ、だっていっぱい色があればいろんな組み合わせができるってことですから、あの一応ご提案として3タイプセットでは販売するんですけど、バラ売りのインクも売ってたりはするので、プラスオンで足すとより楽しいんじゃないかなと思います、はい、そうですね、全18色の色があるので、そんなにあるのね、あるので、その5色のやつも合わせてですね。なるほどなるほど。ではぜひ、はい、茶色いきまーす。どの辺にしよう。まあここからちょっとドキドキしますよね。そうですよね。なんかどこからどうしたらいいのか問題。この辺にしようかな。はい。いきます。はい、お団子いきます。3滴？3滴？3滴ぐらいいきましょうか。はい。1、2、3、はい。はい。そして無水エタノールを持つ。はい、持つ。そして上から垂らす。上から垂らす。どのぐらい？2、4滴。3、4、はい、OK、そしてドライヤーで風を当てていく、はい、このここかな、あ、大丈夫です、それで、おーい、おーい、いいです、いいです、いい感じです、そうそう、寄せて、寄せては返し、寄せては返し、あ、いい感じで波紋作れてますね。あ、できた、できた、綺麗です、濃度もちょうどいいぐらい。あ、本当ですか。薄くても綺麗なんですけどね、濃くても。そうそう、この辺薄くて可愛い。そう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 。ちょうどね、なんかね、透明なところからインクのグラデーションができて、はい、いいですね。もうそろそろ、もういい、うん、乾いたと思います。はい。どうでしょうか。はい。はい。ね、綺麗ですね。お団子の、お団子の丸。ね。お団子の丸ができましたこれ。お団子の丸ですか。で、茶色でもいいし、うんうん、ゴールドに行っても大丈夫です。もうじゃあゴールド行こうかな。あ、無水エタノールは薬局で買える。あ、売ってます売ってます。あの大黒ドラッグとか、まあ今やっぱりこうアルコールの場所があの割と大拡大してるので、無水エタノールってあのよくそこ一緒に売ってますよ。私あのお家で、あの、なんだっけ、あれ、あの畳にカビが生えちゃって、でググったら無水エタノールでするっていうのがあって、でお家に あるんです、これは。なるほど。そうで結構あの、うんうん、まあ、薬局によってはちょっとなかったりもするんですけど、一応ネットで今日今朝調べたら、うんうん、Amazon さんにはありました。あ、なるほどなるほど。ポチれるということですね。ポチれますね。じゃあ次金いきます。金は攪拌しないといけないんで、こうカチャカチャ聞こえますかね、あります、これ振ります、うんうん、で、また隣のこの辺、この辺、この辺に行きましょうか。はい、それも何滴、ね、4滴ぐらい、1、2、3、4滴入りました。で、薄エタノール2滴ぐらい行きますか。2滴、はい、この真上から、はい、おお、あ、キラキラ、おお、両脇にわーってなっちゃったね。え、それもいいです。いいですか。はい、これで、はい、風をちょっと少なかったかな、まあ、かませたい、かませたい、ね、ちょっと分かりますね。この茶色にちょっとかませたい。あ、もうちょっと多くても良かったかもしれない。あ、エタノールですか。まあでも、あ、でも可愛い、両方かな、うんうん、両方、うん、両方1滴2滴ぐらいずつ取ってもよかったかな。っていうのもそのゴールドは、うんうん、ベースは無色なんですね。おうおうおう。で、黄色のそのラメが、金色のラメが入ってるような感じなので、なるほど、あの他の茶色とかほどあの無水エタノール入れなくてもいいのかなっていうのが個人的な感覚です。あ、なるほどなるほど。そのあたりもインクによって結構濃さが、あの後でちょっとお伝えしようと思ったら、うんうん、この紫なんですけど、はい、紫結構あの色がそもそも濃いので、うんうん、あの結構こう無水エタノールで広げてあげた方が綺麗に仕上がったりするんですね。これですね、これですね。あ、そうです、これこれ、あの結構
あのインク自体だとこの辺りみたいなこうボテッとしたような濃さが出るので個人の好みにはなるんですけど、あのちょっと多め、気持ち多めにしてあげた方がもしかしたら綺麗かなっていう。なるほど。で茶色とかだと、うんうん、そんなに紫ほど、うんうん、エタノール入れなくっても、うん、あの綺麗にグラデーションできるかなっていうのが。なるほど。そうですね、個人的なやってみて。マミスのインクもあの色によって濃度が若干違かったりするから、そういう感じですよね、うんうん、きっとね。おそらくだと思います、ね、同じような。じゃあ重ねていきましょう、はい、どん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 。じゃあ茶色で、はい、どこ行こう、この横行きます、お好きなところに。でも足りる、あ、いけると思いますよ。お、あ、ね、足りるって言ったのはエタノールが足りるかどうかを今チェックしました。ここ行きます、はい、1、2、3、はい、からのエタノールを、これでもエタノールのどこ、どういう風に2、3、はい、あ、いい感じの距離感かもしれない。本当ですか、はい。で風もなんかめちゃめちゃ強風にするとあかんらしいです。そうですね、あの思わぬところにビャーって飛んでいっちゃうので、あの風を操るのは、そうそう、こういう風になっていったりとか思わぬところに飛んでいったりするので、ちょっと弱風の方がいいですね。なんかゾウさん、そっち側から見たらゾウさんがこうパオーンってしてるみたいに見えますね。ね、なんか雲の形みたいに結構インクっていろんな形に仕上がるので、うんうん、それもまた面白いところではあるんですけど、いいですね。続きまして、はい、ジョーさんがなんかパオンしてます。パオンしてます。ちょっと 下顎もちゃんとあり、ね、かわいいですね。次金色いきます。いきましょう、いきましょう、どんどんいきましょう。これね、めっちゃ楽しいんですよ。で、自分の思ってるように2、3、4って聞きます。はい、全然いかないっていうのも、でも風を操れるから1、2、3、いいですね。あ、4滴入った。あ、全然大丈夫です。優しい。あ、結構いい感じになるんじゃないですか。いけ、うん、綺麗ですよ。風をこう集めてからの寄せては返す。そうそうそう、それで波紋の形がね、描かれて、あの輪郭が作られていくので、今折り返ししてる。そう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 。片方にインクを寄せたら、今度は逆から風を当てて返していくっていう形で、どんどんね、インクの波の形を作っていきましょう。今見えますか？寄せては返す。ここね、ここ寄せては返す。綺麗ですね。はい、花びらみたいですよね。あ、確かに確かに、ね、じゃあちょっと茶色で、うん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 、1、2、3、いや、あ、でも近すぎたかな。あ、そういう時はちょっとこの辺りとかに垂らしてみましょうか、はいはい、なるほど。何滴何滴、1、2、3、4滴、はい、おお、めっちゃビヤっていった。すぐさま、はい、こっちから。あ、そっちから、なるほどなるほど、こっちから、はい、おー、円形になるように、あー風を操って、はい、いいですよ。でも、あ、でも全然ね、こっち側に侵食しなかったんで、あー、私結構そういうなんかこうこの透明なあたりからのグラデーションが結構好きです。綺麗ですね。本当になんか水の中にインクがポチャって垂れたみたいな。確かに確かに、あの波紋を作るところは割とバッキリしてるけど、それがないところはふんわーってしてるから、見えますね。え、そうそう、うん、ちょっと輪郭がないんだけど、それがまたいい感じになりましたよ、うん、ね、綺麗ですね。そう、やっぱ風をどう操るか、うんうんうん、これはでもやっぱやってみないとわからんですね。うん、ここら辺にしようかな。ここら辺に黄色、金色。行きましょう。金色。1、2、3。はい。からの。からの。こっち側の方がいいの？まあ大丈夫でしょ、どこでも。1、2、3。なんて。あ、4滴。4滴いっちゃった。行きます。多分薄いと思うよ。大丈夫です、大丈夫です。ドゥルーン、あい。ドゥルーン。あ、いい感じです。風を
風を、そう風を操って風を操る輪郭を作って、結構やっぱりこのインクを落としてから風を送るまでのテンションを、なんもう1秒でも早くした方がそのインクの形を自由に作れる時間が伸びるので、結構ね時間との勝負やったりしますね。もう揮発がすぐ始まってしまうので、もう勝手にインクがね固まっていくんですよ。前から気になってましたが、そのドライヤーはどこで売ってはるんですか？あ、これはもう、ね、あれです、くるくるドライヤーの頭、あの串についてるやつですよね、それを抜いたやつです。女子には割とあのよく使ってる感じは多いかもしれない。そうですね、なんかネットでくるくるドライヤーあ、そうもうくるくるドライヤーでいいと思います。あの出てきます。うん、あのエンボスのドライヤーにも似てるんだけど、エンボスは熱が割と強いので、ちょっとイポシがちょっとたわんじゃうっていう、あの先ほど言ってくださった人もいるんですけど、そういう感じなので、風がやっぱりその必要なので、かといって暴風、あのダイソンみたいにめっちゃええやつでやるとブワーってなっちゃうので、あのこういう丸い円とかが全然かけれないので、それはそれでダメだそうです。そうですね、程よい風と、なんだろう、アルコールを飛ばす感じの熱、熱すぎずな感じですかね。熱はでもそこまで重要じゃないかもしれないんですが、本当にあの微風が出るドライヤーですね。なるほどなるほど。ポイントは、お、そして横にするのね。1、2、3、4、いいですね。あ、5、6回いっちゃった。大丈夫です大丈夫です。でこっちの、そう、あ、時間の問題焦りますよね。焦る。あ、でも綺麗ですよ。なんかその無色なところから金に行くグラデーションが、これも今一生懸命なんか私右回りばっかりしてるけど、またこれ左回りからするとまた波紋の雰囲気も変わったりするんだよね、きっと。多分まだあの全然上級者じゃないので、まだそこまで余裕がないので、あのどう回すかとか、どういう風に風がっていうのが、お、ではそのあたりもちょっとお伝授しましょうか。あ、わーい。例えば結構、はい、このあたりとか、こういうところって結構あのパキッとこう、あの輪郭が出てると思うんですね。確かに。このあたりが言ったらそのはためいてるように見えたり、その奥行きがあるように見えたりっていう風にする。あの見えるいいポイントだと思うんです。じゃあこれをどうやって作っていくのかっていう話なんですけど、インクを垂らした時にこっち側に寄せて、でギュンとこっち側に寄せて、しっかり溜めてからこっち側に返してあげる、逆側に返してあげる、寄せては返す、でこっちでもまたしっかりこっちでとどめた後にこっちに返すと、あのとどめた分そこで輪郭がしっかり形成されるので、まあ言ったらこういうここですよね、ここですよね、さっき言ったとかここっていう感じの、こうあのしっかりした輪郭が描かれやすいっていう感じになります。で、あの均一にこうくるくるっと円を描く形でやると、結構均一な形のこういうような、あの輪郭がそこまではっきりしない形になります。これめちゃめちゃ優しいですよね、なんか優しい。風合いが、それもまた良きなので、あのお好みにはなるんですけれども、あのそういうちょっとね奥行きを出してみますかっていう感じで狙ってやってみますか。あ、狙ってやってみましょう。はい、じゃあぜひちょっと先ほどまでの、途中までは手順一緒なので、垂らしていただいて、何がやりやすい、金？でも茶色の方が分かりやすいか。じゃあ茶色にしましょうかね。茶色のまた四滴ぐらいいってみますか。はい、ちょっと離した、この辺で、はい、1、2、3、4、ちょっと濃いめにしてます。はい、でそれも4滴、これ上から、真上から、はい、1、2、3、4、はい、垂らしました。はい、これでそしたらちょっと手に入れますね。はい、こんな感じで共同作業です、はい、で今度はこっちから、ああ、なるほどなるほど、うまい、ちょっと
うちょっとできたらね、あの、はい、グッと寄せておきたいんですけど、はい、あっていう感じで、おお、でもなってるなってる、そう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 、共同作業ですね。ねいいですね。結構これで乾きましたね。うわあ、教えてもらうとちゃう。ちょっと違いますかね。全然違う。わかります、わかります。ちゃんと寄せては返し、ここめっちゃ濃くなってますよね、ここ。うんうんうん、綺麗だと思います。ね、冷風ではない、弱風。そうですね、これわかりますかね。これでいうセットです。セットです。なんか絶対このドライヤーじゃないとダメとかというわけではないので、はい、あの頻繁教えてくださいとか、一応パナソニックですけど。そういう、うん、弱風ですね。弱風ですね、うん、あのどうしてこのドライヤーにしたかっていうと、うんうん、くるくるドライヤーで検索して、うんうんうん、安かったからです。ああ、まあ、それでいいです。それで、うん、それで全然大丈夫です、うん、で、ね、寄せてお返しできてますね。できてますね。綺麗になってきてますね。という感じで、今までちょっとあのくるくる、はい、くるくるドライヤーって言ってた。いや、言います言います。くるくるね、うん、あの今までこういう形で、やっていて、ね、そうそう、こっちのくるくる。あのこういう形でやっていていただいたんですけど、うんうんうん、今回手の動きが、はい、こっちからのこっち、うんうん、でまた今度こっちあたりからのこっちっていう形で、うん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 、こう動きをこれ円を描く動作から変えたので、あのくっきりした波の形がもうこっちにインクを寄せて、今度はこっちにインクを寄せて、今度こっちっていう風にやったので、あのしっかり描けてるっていうような形になります。なるほど、はい、インクの垂らし方も大切だけど、風の送り方が、はい、全然違うとこうなるってことですよね。ですね。まあもうめちゃわかりやすい、こっちこうめちゃ半もさっき教えてもらったやり方と、これもまんべんなく綺麗に回したには半紋ができにくい感じ、うんうん、で優しく散るって乾燥する感じ、うんうん、はい、そうですね。風を操るんです、皆さん。アルコールアートはどっちがいいとかっていうわけじゃないので、そう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 、そうあの好みに合わせて、あのただ、ね、やっぱり練習してどっちのやり方もできるなっておくと、うんうんうん、本当強いですよね。そうですね、強いよね、それは、うん、なんか自分の好きなように、うんうん、本当インクと風を操れるので、そう、なんか強い魔法使いみたいですけど、いや、なんかいやいや、それはだってあのやるんだったらやっぱいろんなね、魔法じゃないけど、うん、使い方手順を覚えとけば自分がそうやった時にできるから、そうそう、ね、自分のこう描きたいものが描けるようになってくるので、うんうん、楽しみがねすごくそのあたりで倍増していきますね。そう、でも垂らし方とかやっぱりそのちょっとのだけでも全然あの自分が思ってる感じにはならないので、それがまた多分歯がゆいけど楽しい、うん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 、もう一回やってみよう、もう一回やってみようっていう。では最後に、最後にというか、はい、まあ、この紙の最後に、うんうん、ゴールドと、はい、あと茶色をこうボタボタっと垂らして、はいはい、グラデーションを作るのやってみますか。おー、やってみたいです、ね、ゴールドをちょっと振っていただいて、じゃあまずゴールド振ります。それぐらい4滴ぐらい垂らしますか、はい、どの辺に、この辺にいきます。1,2,3,4、はい、からのこの辺りに、はい、茶色同じぐらい、1,2,3,4で中間地点に、中間地点にアルコールをいけるか、いけるか、4滴、5滴、1,2,3,4、あ、いいですね。今ね、初め一番初めのゴールドにもうただで今持ってっていう。おお、そう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 、あ、重ならない。ちょっとね、やっぱり時間がかかると、あ、もたつくとこうなります。そう、あの、交わらないみたいな。もたつくと、そう、はい、飽きまへんでした。はい、まあでもそういうこともあるというか、この経験を生かして、じゃあ次、はい、ちょっとこの辺りにトライしてみますか、はい、もう一回ね。で、もうビビビッとピピピッと垂らしてもらって OK です。もう何滴でないといけないとかもないので、あ、うん、フィーリングで OK です、はい、うん、ちょっとここに、こっち側、はい、
で、さあ急げ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 時間との勝負だ。はい、いいじゃん。あ、いいですよいいですよ、全然全然こんな感じ。はい、はい、そして両側から出ていく。はい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 、はい、これがね結構2色になると結構、うん、あのおいていていた、混ざった、混ざりました、ただいま混ざりました、ただいま混ざりました実況でござる実況でござる、ちょっと面白いあ、混ざった混ざった、あ、いいですね、よきよき、そうそうそう、あ、さっきよりも全然ね上達してますね、綺麗、手伝ってもらったけど、はい、でもね今度は絶対一人でいけると思うんで、あの感覚さえつかめればどうでしょうか、綺麗だと思います、混ざっておりますよ、見ますかね、2色ねやっぱり同時にやっていくってなると、うんうん、まあ、片方だけ伸びてもダメなので、うんうん、その風の管理がさらにちょっとワンランク難しくはなります、どうしても、うん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 、でもここができるとすごい楽しいので、グレードアップできる感じですね、はい、お団子の作品です。どうでしょう、こんな感じです。ね、でも本当綺麗だと思います、上手、ありがとうございます。はい、じゃあ別の色でも、ね、はい、せっかくなのでやっていきましょう。これが茶色とゴールドのセット、はい、結構ね大人っぽい色でした。うん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 、私結構この組み合わせが好きです。これいいですよね。ねえ、うん、でゴールドがなかなかあの他のアルコールインクだとあまりないような感じのゴールドなので、うん、綺麗かなっていうふうに思ってます。ここめっちゃ綺麗ですよ、見えますかね、光のあれで見ないか、ねえ、ね、なんかポイントごとに、うんうんうん、あの綺麗なところをこうしゃべって待ち受けにしたりなんかしてもね、あ、いいですよね。あとなんか100均とかにあのフレームとか売ってるので、そのところだけねあの切り取って額縁にそのフレームに入れて、うんうん、トイレに飾ったりなんかもね、あ、いいですね、いいかもしれない。でもさっきなんか穴開けパンチでなんかファイリングしたいっていうおっしゃってる人もいて、あ、いいですね。そうそうそう、でそう今回のシステム手帳サミットだ、なんでアルコールアート入ってんだと思いながら思われたかもしれないですけど、多分まあ一歩しなので、まあ、自分で切ってパンチ穴開けてシステム手帳に挟んだらいいんじゃないっていうのも提案としてあって今回お願いしたんですね。持ち運んで誰かに見せたりとか、あとインデックス通りにこの色からはこうあの違うセクションみたいな感じで風にやってもらってもいいし、ちょっと癒しにもなるかなと思って、うん、癒しになりますね。なるよね、これすごい癒しになると思う。では金と茶色にはちょっとキャップをしてお休みしてもらって、で、はい、でせっかくなので、はい、どうしますか、その先ほどのブルーと緑とか。あ、それしよう、それ行こう、行きますか。あの先ほど の, そのゴールドと茶色を2色同時に混ぜ合わせたやつの応用がこれになります。なるほど、だったらあの同じことを広範囲でやってみようっていう話ですね、うん、なるほど。なのであのどうやったかっていうと、うんうん、パタ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 、おうおうおう、パタ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 と2色垂らしまして、おうおうおう、この辺りで2色混ぜ合わせるっていうことをやったでございます。高度になってきましたよ皆さん、はい、ちょっとできるかなっていう感じですよね。ぜひぜひ、まあでもあのやってみて、うん、いろいろトライアンドエラーで、なるほどなるほど、その工程も結構楽しい、うん、楽しい楽しい楽しいので、あのやってみながらいろいろあのね、できるようになっていくといいのかなっていうふうに思います、うん、コースターにされている作品があっていいなって思ってました。なるほど、コースターもそうですね、あの結構ねインスタとか探してるとそういう作品もありますね、うんうん、へー、あとなんか今自分でなんかスマホケース作ったりとか、なんかオリジナルの商品作ったりとかもできたり、うん、T シャツとかさ、うん、UT とかいろいろあったりするから、それ自分のベストなこのなんかこの混ざったここみたいなをなんかコラーしてそのまま T シャツにしたりとかスマホケースにしたりとかなんかねちょっとできたりとか、別に販売するとかじゃなくても自分の作品持ち、もうそのできたら売ったらいいかもしれないけど、それでもね素敵な作品も自分で持ち歩きたいよねっていう、紙ベースもいいけど違うね、多分違うものになったらまた見え方も違うだろうしね、うん、じゃあちょっと広範囲でやってみましょうか。はいはい、ね、
はい、では、はい、このインクなんですが、はい、青色ちょっと濃いので、はい、少し薄めに作っていくぐらいの感覚でやっていきましょう。さっき言った色の濃度、エタノール足さなくても大丈夫ですか？足しときましょう。はい、では、はい、ちょっと足します。こんな感じでギュンギュンと、めちゃ満タンに入った。はい、おオッケーでございます。これで紙1枚は足ります。はい、はい、では、え、やるの？そうだよやってくれるのかと思ってた青、青、別に青は青ね、はい、どうしようかな。1,2,3,4 ぐらい、もうポン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 、はい、ポンポンポン、1,2,3,4、はい、ね、で緑は、はい、あー、いっぱい出た。あ、大丈夫です、問題ない。はい、パッパッパーみたいな疑問1。あ、そう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 、あ、いい感じ、いい感じ、こんな感じ。うん、緑の方が薄いので。あ、なるほどなるほど。でも真ん中あたりとかに結構ここですか、ここと結構ビャーっと、ここ、あ、そうです、もうちょい、もうちょい、あ、そうそうそう、あ、そう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 、あ、いいですね、はい、はい、OK です。で、はい、さあ広げましょう。どう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 、ちょっともう固まりつつあるので。あ、そう、どんくさいもんね、どんくさい。いや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 、おー、でも、おーおーおー、ちょっと緑が足りない、上から足そう。なるほどなるほど、あ、こういうのもあるんですね、共同作業ですね。なるほどなるほど、おーおーおー、飛ぶ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 、さあどうなることやら、どうやること、どうなることやらって不思議ですけど、ういからのこうですね。お、イエス、いいですね。これでもちょっとあっちこっち行っちゃうが大変ですね。そうなんですよ、ちょっとね、面積広いとね、まあこういうこともあるっていうことで。なるほど、でも綺麗ね。え、そのあたりなんか結構このあたりがうまいこと混ざったので、うんうんうん、広い面積使っちゃいましたね。うん、ちょっと1枚紙を変えてもう一回トライしましょう。いや、でもこんな感じなんですよ。こういう形で私もあの社内で黙々とこうでもないああでもないやって、あの、あ、これいけるじゃんみたいなのを見つけて、これやったのね、初めてなので今日。この時あのこの前はそれ やらずにやったので。そうそうそう、もうね、なんかあの本当に 初体験でした、私のね。よし、髪が整いました。わ、早いです、ありがとうございます。では、はい、やってみますね。はい、そう、やっぱそう、あのお手本が必要です。あ、申し訳ない。いや、全然全然って言っても私も結構あのフィーリングでやるので、うんうん、あの、お、あ、そういうことね、なるほどなるほど。申し訳ない、その疑問だったんで。大阪の女なんで、いやいやいや、ばっかりで、かまへんかまへんかまへんで。よし、じゃあやっていきましょう。おー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 、そう、早い早い早い、もういかんせんお団子がいかん、どんだけどんくさいかが分かります。いや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 、ねえ、すごいよね、すげえ、おお、めっちゃ綺麗めっちゃ綺麗めっちゃ綺麗、やっぱちゃうで、やっぱちゃうで。いや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 、青がどうしてもやっぱりちょっとね濃いですね、インクとしてね。あ、インクとしてね、うん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 、なので青の方にもうちょっとエタノールをかけてやってもよかったかも、ね、とかってね、あのやりながら考察する感じですね。いや、すごい。で、これでこっち側が青っぽくなって、なこっちがグリーンっぽくなったので、でこの完成形を目指すとすれば、あの、ね、さらにここにブルーのみを足して、うんうん、あ、なるほどなるほど、グリーンのみを足してやると、あ、まあ、こういう形になります。ほー、お、すいません、いじん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 、コメント皆さんに見えるように、どうでしょうか、広範囲でちょっと作ってみました。見えますか、上と下グリーンと青ちゃんとなってますよね。ね、綺麗ですよね、めっちゃ綺麗。ちょっと濃かったかな、あ、青が、そうですね、ちょっともうちょい薄くしてやると綺麗に、こうあんまりこうお互いに色が主張し合わずに調和が取れるかなとか、いろいろやり持って考えてます。なるほど。で、グリーンを、まあ、おーおー、わ、新しい垂らし方、
お、面白い面白い。これもヒーリングです。あ、いや、でもそれはでも楽しい。わー、ビヨーンってビヨーンってなったね。そうなんですよ。おおおおお、ありがとうございます。まあ、こういう感じで。ああ、なんて言った。そうですね。どうでしょうか。これでこうどんどん乾いていくうちにインクが濃くなってとろみがついてくるので伸ばしていくの大変なんですけどね、途中から。ただでもその方が輪郭が形で作りやすいので。なるほど。わあ。まあちょっとこんな感じで、で、まあ。ちょっと、アルコールが多いとこの辺りみたいにこうふわっとなるね。なるし、あのこの辺りもほとんどアルコールが入ってないんですけど、なるほど、インクのみって感じですね。のみほとんどなんですけど、そういうところのこう違いを出しても綺麗なのかなというふうには、あえての、はい、あえての思います。で今度こっちのこの辺に青とか垂らしていくんですけど、青はちょっと濃いので、でエタノール多めとかですか？ですね。あ、ちょっと結構多くしてもいいと思います。あ、すごい。ビヤーってなってて。なってなってる。いや、それでもちょうどいいぐらい。そうなんですよ。あ、綺麗綺麗。あ、ね、ちょっと個人的には青はちょっと薄いぐらいの、あ、ビヤっていった。っていうね、こういう感じでちょっともう固まってきちゃったんですけど。ちょっと水じゃない、アルコール多めの方が、でもめっちゃいい。こっち側めちゃめちゃ濃くて、後ろはそう、おー、ほんまにこれあのコップの中でインクを垂らしてる感じの雰囲気ですよね、この感じで。まあこういうこっち側にそのインクが溜まった時のためにトレーがある、うんうん、そうそうちょうど今ちょうどこれがベストですよね。ねえ、汚さないので困った時の、そうで、なんか額とかに入れるときは、うんうん、あの気に入ったところだけ切り取って、そう、切り取る、はい、入れるみたいな感じで OK なんじゃないかなと思います。自分で凝らしてもいいし ね、そうですね、という感じで、という感じで。皆さんどんな感じですか、見てて、ね、何か質問とかがあれば。質問とかあれば全然私答えられませんけど私あのやった感想しか言えませんけど。いやいや、でも私もそうです、やった感想しか言えないですよ。いやすごい。じゃじゃん、あのお団子頭さんももしあのやりたければ、やるやる、どんどんやるね、最高ですよねこれね、このミサーズ、めちゃめちゃ楽しい。伝わります？届け楽しみ。このじゃあちょっと高面積で、あの広い面積で混ぜ合わせるっていうのやってみますか。はい、はい、またさっきみたいな感じで、ね、で、うん、ちょっとアルコールとしますね。はい、分かりました。でやっぱりあのもう本当にスピードが、そうね、命っていう風になってくるの、あのやっぱ私がやってるのと全然スピードが違う、見てて、お分かりいただけただろうかっていう感じなんですけど、お団子トロイっていう、いや最初はねやっぱりなんかこうおっかなびっくりになってしまうんで、あの時間はどうしてもかかってしまうんですけど、もうねパタパタパタって感じでいいですよ。そうそう、自分の好きなようにやってそれが正解なんで。だってうんそうだよね、ヒューちょっとでも色薄いかな。そうそう、あ、それぐらいでも OK です。でもうビャーっとかけて、いやみだみだ、こんな感じ。そう、固まっちゃうでしょ、すぐ。はよう、そう、いいぞ、いけー、はい、はい、混ざりました、OK。 あ、いいですね、あ、すごい、なんかこの1日でここまで上達するのか。マジっすか、めっちゃ綺麗です。でも本当にね、2色使って、しかも面積広いところでやるって、うん、かなり難しいので、手熱くなる。いえ大丈夫です。こうぐらいはそんなにね、なんかね熱くないので、ね、確かにこんな感じですか。ですね、そうそう、
なのでこの感じ、この辺はほぼ、うん、そうそうそう、あのエタノールなしです。で逆にこっち側がめちゃめちゃエタノールかかっちゃってふんわりしちゃった感じですね。なるけどそれはそれで可愛いかな。うんうんうん。ねこんな感じでこうインクのね伸びも途中で止めるというか、うん、この辺りとかそうなんですけど、うん、ですね。あのインクがこうビャーって広がっていたところで、うんうん、風をこうそこまでがっつり当てずに乾かしきると、うんうん、こんな形でこう途中でこうピタッって止まったみたいな形になるので、なるほど、それはそれで面白い。で本当にもう最初の第1回1時間ぐらいはもう1色でひたすら広げていくみたいなことをやるんですけど、もう2色使ってしかもこんな広い面積でやるっていうのはかなりあのすごいことをやってると思います。私も今まで半年ぐらいかけてやっとここまで来てるので結構駆け足でやってると思ってください。あの難しいって思うかもしれないです。半年やるとこうなります。でもいろいろ自分で好きなように形を作れていくので、うん、あのやってるとすごい楽しいです、うん、ねえ、インクこうエタノールこう垂らしたらこうなんだみたいな、うん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 、多分大体やってたら分かってくるんだろうけど、まだそこまでつかめてないっていうのが私の今の現状なんですけど、あのやればやるほど数をこなせばこなすほど、うん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 、うまくどんどんうまくなるので、そう楽しいです。紫もやってみますか。あ、やりたいやりたい、ね、せっかくなのでぜひ。もう何だかんだ1時間やってる。あ、本当ですか。いやそうかなって思ったんですよ。なんかすいません、店長すいません、延長ちょっとします。紫も早く紹介しないと。ほんまや、まだ2色あの2パターンしか言ってないやん。そうなんです、そうなんです。すいません、ちょっと延長しております。まだ全然色紹介まだちゃんとできてないっていう。お団子成長物語。そうそう、確かに確かに。じゃあちょっと、はい、今回も、はい、さっき言ったこの紫でしょうね。はい、では私がちょっとやってるところを、ぜひぜひ。しかもこれなんかさっきのゴールドじゃなくてこのパー、何これ、 なんていうの、ダイヤモンド。ダイヤモンドなんですけど、キラキラしてますよ皆さん、ね、はい、液自体に色はついてなくて、うんうんうん、ラメにちょっとこうあのパールみたいな、うんうんうん、あの光によってこう、うん、色の見え方が違う粒子が入ってるので、ね、髪を一歩しをふにゃふにゃしてますけど、そう結構あの、ね、リアルに見ていただくとすごい分かりやすいと思うんですけど、うんうん、そうそう、カメラ越しにどこまで伝わるのか、そうそう、ね、実際こう実物をぜひ見ていただきたいんですが、うん、この辺かな、うん、はい、うん、結構ゴージャスというか、うん、ゴージャス魔法みたいな感じになります、うん、で、これもあのゴールドと同じくそのラメが多分ちょっと実物を見てもあの下の方なんですけど、ラメが入ってて攪拌ボールがあるので使う前は振っていただいた方が綺麗にあのたくさん粒子が出ます。でまずパープルで、それもなんか色濃いって言ってましたね。あ、これ濃いです。あの青と同じかそれ以上に濃いので、まあとはいえ、うんうん、とはいえそのあたりも好みです。で私結構濃い方が好きなので、うんうん、パープルはお、うん、紫好きなんですよ。おーおーおーおお、高貴な色ですから ね、 ね、 ね、そう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 、ちょっと少なかったかもしれない。なるほど、ちょっと時間との勝負なんですけど、うんうんうん、こんな感じで、おおおおお、すみません、ね。全然全然。こんな感じで。姿勢を上げているライブで申し訳ない。おお。すごい一色で、すごい。この濃淡が美しいですよね、やっぱり。濃いとそうなるんだよね。なるほどね。でやっぱりこう面積が広いので、あの。どこ乾かしてここ乾かしてみたいな感じで手が結構忙しいんですけど、手と目とこんな感じで一色でもどうでしょうか。これ一色でもめっちゃ可愛い、ね、綺麗だと思います。綺麗綺麗、私結構紫が好きなので、うんうん、なんかこれぐらいこうアメジスト、確かこれあのカラーがねアメジストっていうカラーなんですけど、本当にアメジストのね、この辺めっちゃ好きです、この、ね、綺麗だと思います。ね、
めっちゃ綺麗ですよねこれ。で、あの先ほどの見本を作るには、はいはい、すいません忘れてました、これを垂らすの忘れてました。何何それ。あのダイヤモンドです。あ、ダイヤモンドね。ダイヤモンドを、うんうん、アメジストを垂らした後、うんうん、すぐさま、ダイヤモンドをこう2列に垂らすんですね、うん、でインク、エタノールをパラパラと垂らして乾かすと、うんうん、さっきみたいなもう全て混ざり合ったみたいな形になるので、ちょっとそれをトライしてみますね、はい、忘れてました。よいしょ。でも一色でも十分綺麗だな。一色でもねすごい綺麗なので、はい、この間にこれをさっきやったやつを、ありがとうございます。いえいえ全然。これなんかまた手帳サミット終わってからなんかワークショップとか、まあ、ちょっと人数限られてくるだろうけど、ちょっとやってみたいなと思う、ね、個人的にも思います。そうですね、あの、うん、やってみないと結構良さがわからないか、分からんでしょうね、楽しさがねやっぱり伝わりきらないので、うんうんうん、ぜひぜひやってみてほしいです。ではちょっとおうおういきますね。おお、紫大量大量で、おうおうおう、ダイヤモンド、おお、きれいきれい、おお、2列に、はい、おうおうおう、結構盛りだくさんで、確かに盛りだくさん、これ結構なんか難しいんですよ、結構時間との兼ね合いとかどれぐらい垂らすのかっていう頭の中での、うわめっちゃ綺麗、計算とか、ダイヤモンドね、これね映像ではそう映像ではこれ映像ではそう、どこまでこれが伝わるのかっていうね、めちゃめちゃ綺麗、あのなんだろう、キラ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 ってしてるの。そうなんですよ、これね、もう本当にね、リアルでスローモーションにしたいぐらい。あ、ね、うん、そう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 、おー、いかがでしょうか。これは、難しい、めっちゃ綺麗ね、このきらめいて、ひらがっていく様が、うん、もうものすごい綺麗なんですよ。女子はギュンギュン来ますね。でしょうね、うん、めっちゃ綺麗、何このユニコーン感みたいな。そうそうそう、ユニコーン感あるあるね、え、天の川みたいな感じをちょっとイメージして、うん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 、この2色をちょっと私の方でピックアップしたんです、ね、いやいいと思います。あのすごい個人的には気に入ってる。いやいいと思う。どうでしょうこれ、ほらここの辺がキャンバスアルコール、めっちゃ綺麗、キラキラしてるのが見えますかね。でカラー名もアメジストと、うんうんうん、あのダイヤモンドで、ダイヤモンド、うん、宝石かよみたいな。あやばい、そう宇宙ですよね。ね、本当にキラキラ、キラキラです。やってるその、うんうん、ね、アルコールインクアウトやってる時のテンションはこれがマックスやと思いますね、はい、なるほどなるほど、あのダイヤモンドがこう広がっていく時のなんかテンション、そう私一番きれかったこの乾いてる様がダイヤモンドは、うん、すごいなんか花火みたいにパチ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 って、うんうんうん、そうそう、細かいものがこうフェ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 ってする感じ、きらめくので、うん、すごいやっててね、テンション、スーパースローとかでやりたい、あ、ね、そう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 、撮ってみたい、ね、バイブス上がりますね、うん、上がる上がる、めっちゃ上がるという感じです。いや、よかった、ちょっとあの前職ちゃんとお見せすることができて、これちなみに単体では値段いくらなんですか。単体ではこちら800円、あ、意外と安いプラス税、私お団子の感覚ですけどですね、これしかもだってめちゃめちゃ使えますよね、このポタポタで。ずっと結構ね、まあ毎日やってるわけではないので、うんうん、そのなんか何日間使えますかはちょっと言いづらいんですけど、濃さにもよるし、うんうんうん、ただでも全然、うんうん、今これあの一つ開け始めて、うん、そろそろもう半年近くかな経つんですけど、うん、まあ週に1回ペースとかで遊べばそれぐらいは持つんじゃないかなっていうふうに思ってます。うーん、なのでまあね、この大きさだけ見るとちょっとなんかあれちっちゃいじゃんって思うかもしれないんですけど、これをやったら希釈して遊ぶので、そのエタノールで、なので十分結構ね800円であの楽しめるかなっていうふうには思いますね。なるほど、
だから別に手にアルコールをつけてそこに投げつけたら炭みたいになって切れちゃう、バーってなる感じか。なるほど、なるほど。まあ多分あのエタノールの垂らし方でも全然表現が変わってくると思う。むしろ上からめちゃめちゃ高いところがバーンってやるのと、めちゃめちゃ近くからシャラーって流すのとでは、まずそのインクとエタノールの混ざり方が全然違うから、そこからまた乾かすというかなるから、またそれが全然違う表現のビジュアルになると思いますね。そうですね、うんうんうん。であとは、完成した、例えば今もうこれ結構まあ、結構ねインク垂らしたんで、どうかな、でももう結構乾いてますね、この上からさらにアルコールを、例えばねあの絵筆とかにエタノールを染み込ませて、ピッピッってやるんですね。シャッとシャッと、そう、そうするとあのしぶきがたくさんこう飛んで、そこがこう雨粒を落としたみたいに広がります。それもまた綺麗ですね。あ、なるほど。ちょっと私の作ったもので、あ、星か、ごめん、星炭って見えちゃって、そう、星だった。なるほど、なるほど。投げつけて星になって綺麗ですよね。ちょっとまた色が違うんですけどお、さっき言ったその絵筆ににじませて、おーおーおー、あの飛沫を飛ばすっていう風にしたのがこういう、このポタポタと雫が飛んでるのが、さっきの感じと全然違うですね。そういう、ちなみにそれは何、黒、あ、青と同じ、青と青と水色ですね。水色ですね。今回ちょっとご紹介じゃないです、はい、してないんですけど、単色りですね、うん、そうですね、単色りの方で、いやほんまや、ポタポタなってる。そうなんですよ、ちょっとなんか海感とか、あ、あるある、水飴感、バブル感ある、そうを表現したくて、この2色でそんな感じをプクプクプクってしてる感じ。ねえ、ねえ、素敵ですね、これ、これも、ね、いかがでしょうか。いろいろ表現ができるので、どれが正解とかは全然ないので、素敵な作品、ありがとうございます。あの楽しんでいただけると思います。ねえ、綺麗ですよね。インクが、ね、お好きな人だったら、どうかな、なんかこういろいろ一つのことを極めれるような性格の人とか、あと絵が描けないけどっていう人も絶対いいです。私絵があんまよく描けないんですけど、これはもう垂らすだけだし、あとまあインクの、ね、流れも遊べるし、あとそのね、エタノールのやり方でさっきみたいに飛沫飛んだみたいになったりもできるし、そう絵は描けないなりに遊べるアイテムではないだろうか、これは。ねえ、その、インクの、あの自然な広がりを楽しめるので、絵心がね、もしなかったとしても、十分楽しめる、そうですね、なりますね。なるなる。ね、この、このインクはめっちゃ可愛い。ありがとうございます。そう、自分の好きな、あの配色でそういう風にするとね、オリジナル感も出るので、茶色とゴールドですと、そうそうそう、全然茶色とゴールドじゃなくても、いろんな、あの本当に赤とか黄色もあって、青系も充実してあるので、ね、同系色でも買っても全然多分めっちゃいいと思う。さっきみたいに水色と青とかもいいと思うし、全然違う色をもう混ぜてみたみたいな感じもあるだと思うし、ね、で特に先ほどご紹介したダイヤモンドなんか、何色と合わせても、もう、そうだね、もう無限大ですね、ダイヤモンドはもう何でも濃いですね、何色のインクオンしてもキラキラになるよ。そう、キラキラ、本当になかなかこういう、あのカラーはないので、すごい、もう本当にもうめちゃめちゃきらめいて、私めっちゃ好きなんですけど、このなんだろうな、なんかマスカラじゃない、アイシャドウみたいな、こう、何色と合わせるみたいな楽しみが、ね、あると思います。なるほど、絵の具をキラキラ歯ブラシでやる要素、あ、それでも面白いかも、アルコール、あのまたいろんな道具ね、網とかで、あのエタノールシャシャシャって吸ってもいいと思いますし、ありですね、金色が縁に一周するのがやり方見たかったです。金色が
これかな、さっきのぐるんとするやつかな。あ、ここにあります。あ、やりましょうか。うん、ゴールド、ゴールドここかなですね。よいしょ。ご希望にお応えしてインスタライブはそういうこともできちゃうんだよね。えあんまり縁を作らないようなやり方ですかね。なんだろう、なんだろう、金色が縁に一周するやり方を見たかった。縁に一周する、あんまりこれ入れなくてもいいかな。ああ、うん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 、グリーングリーン、ああなってるなってる、ああなってるなってる、今グリーングリーンしてます、グリーングリーンしてます。うんうんうん、こうするとあんまりあの縁ができず、うんうん、うんうんうん、均一に混ざるかなっていう、うん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 、なってるなってる、きれいきれい、これもまたこれでね、きれいです、うんうん、あ、そうそう、あの山本志耀さんも今回手帳サミットにあの出展していただくんですけど、物販のみになっちゃうのかな、なんですけど、あのビコシのサイズをもちろん A4 サイズ以外も、あの今回プリコさんのセットは山本志耀さんの A4 のセットとインクが2個ついてプリコさんで販売するんですけど、山本さんは山本さんで同じ A4 サイズも持ってきてくださるんですけど、はがきサイズとかメイシーサイズのリポシも持ってきてくださるっていう話も出ているので、そのちっちゃいあのところでもやろうと思えばできます。でもちっちゃいのはなかなか、そうですね、大きいのをちっちゃいのに切る方がいいかも、うん、個人的には、うんうんうん、風をこう行ったり来たりするから、ちっちゃいとせめてポストカードかな。そうですね、うん、あの私も個人的なそういうあのお話やってきた中でのお話をさせていただきますと、うんうん、やっぱりその風を送るっていうところで面積が狭いと、うんうん、すぐはみ出しちゃうんですよね、うんうんうん、ではみ出した時に綺麗なその波紋になればいいけど、うんうん、あの波打ったみたいなちょっと、うんうん、なんていうのかな、うまい説明ができないんですが、なるほどなるほど、うん、なので他の色に金色を重ねて縁だけ金に色ができるやり方のコツを知り方、もうなかなか高度、縁だけ金色、他の色に金色を重ねて、はい、茶色ベースとかにします、うん、ね、多分おそらくこの方が言われてるのって、うんうんうん、他社さんの、やつでそういうのがあるんですよ。なるほど、 おそらくですけど、なるほどなるほど、それがちょっと、まあ、それだとちょっと難しいかなっていう。なるほど、まあ、各メーカーさんインクの特徴があるらしくて、今回発売してくれるこのインクはちょっとねっとりするインクらしいので、それがちょっとできにくいインクなのかな。そうですね、あの多分広がり方がまたちょっと違う。あ、違うんや、なるほど、うん、その分こう金とかこのラメがあるシリーズにはなるみたい。そうですね、あの本当にあの今回取り扱いのこの、ゴールドとかっていうのは、うんうん、あのラメなんですね。で、なるほど、おそらく私もちょっとそこは触ったことがないので、なるほどなるほど、経験を言えなくって、なるほどなるほど、やられてるところを動画で見る限りでは、うんうんうん、あのベースとなる違う色の、例えば紫とか茶色とかのインクに、うんうん、その他社製のゴールドを混ぜた時に、うんうん、そのインクの上をゴールドが浮いてるような感じなんですね。ああ、浮遊すんねや。で、固まっていってるので、うんうんうん、結構縁に金が溜まるみたいな。ああ、そのことだね。なるほどなるほど。ちょっと私もその動画を見た感覚でしか言えないんですけど、うんうん、多分なんか特質が全然違うんですよ。なるほど、各メーカーによってちょっと違う、うんうん、ああなるほどね。というところでちょっと、そうそう、いろんなメーカーさんが出てるので、まあ、それはそれでおのおのやっぱりそのマネさんインクでもあのいろんなメーカーさんが出てるんでしょ、でちょっといろいろ特徴があるみたいですですね。うん、ただラメのゴールド、まあ、うちの、ラメのゴールドってなかなか見ないので、うんうん、なるほどなるほど、はい、それはそれでここはめちゃめちゃいいところですね、強みですね、はい、面白いと思います。といったところでしょうか。楽しみいただけたらすごく私も嬉しいんですけども、はい、そうですね、こんな感じで大丈夫でしょうか。大丈夫でしょうか。あ、うん、できないインクもある。そうですね、まあまあ、うん、いやいや全然全然、まあ、メーカーによって違うっぽいですよ。うん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 、うん、そうですね、うんうん、メーカーによる、メーカーさんにもよる、まあ、特色ですね、うんうん、そこはそのおのおののメーカーさんの色って感じですかね。うん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 、うん、
まあ、全部ができるわけでもないし、うん、いうみたいですね、うん、私も知らなかったので勉強になります。うん、うんうん、あと何かご質問とかは大丈夫そうでしょうか。私全然その終えてなかったんですけども。いや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 、なんか質問あれば今、ちょっとフリータイムです。で、それがこうシステム手帳サミット反転じゃ、4月3日4日イベントで商品を販売します。テカテカしてるけど、はい、ちょっと常時お店に置くかどうかはまだちょっと様子見なので、まあ注文していただければ、ちょっとお時間いただければ、あの発注はできるとは思うんですけど、常時色見たいとかって言われてもちょっとお店には今ない。カタログはちょっと置いてるので、あのお見せすることはできますけど、取り寄せに時間はかかります。なんですけど、その3、4は、実売販売します。で、ちょっと今日やった、まあ、作品と言っていいのかどうか私のあれは分かんないですけど、プリコさんがあの作ってくださった実際色見本、こんなんできますよっていうやつは売り場に置いてますので、サワサワしてもらって良きです。良きです。うん、あのやっぱこのパール、あのゴールドとかはやっぱり実際に見た方が、ああそうですね。うん、あのいいと思うし、ユポシ知ってる人はいいですけど、ユポシってそもそもなんぞやみたいな人もいらっしゃると思うけど、うんうん、割とこうツルツルしてて、ね、ツルツルテカテカして、うん、これ万年筆にかけるのかみたいな感じにはね、でもかけても多分めっちゃ蒸発するのが遅いと思います。うん。うん、サインペンとかだとね、書けるんですよ。そう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 、サインペンとか多分書けますよね。うん。なんて書いてある？なんかいっぱい書いてある。ちょっと読んでもらっていいですよ。はい。下の方。ずっと放置していただけど、また挑戦したくなりました。うん、ああ、そうなんだよ。今ある紙を使い切ったら山本修行さんの絵星買いますね。あ、ぜひぜひ。マーブリングでも使えますか？あ、ちょっと申し訳ございません。マーブリングっていうのをちょっと私存じ上げないんですが。何だろう、マーブリングって何だろう。メーカーさんでしょうか。違うのかな。なんかあの油に垂らして、あ、なんかこうする、あのなんかあの風油、そっちも風油さして、なんか ペタンってしてピヤンってするやつも、それもでも紙でもいっぱしかな。ちょっとわかんないです。ごめんなさい。そういうことそれですよね。私それあの昔あの祭祀でやったことがあって、ね、あのやってるところにワークショップ自分で行ったんですけど、ハンカチをやるっていうワークショップで、なんか油にこういう垂らして、そのこんな感じで液パパパパってしてピャーってやったところに、その綿のリネンの顔をパッてしたら、さーっとするとそのマーブル模様が引っ張られて、そのハンカチにひっついてっていうのはやったことある。けど、湯干しはいけんのかな、でもいけそうな気がするけど、ちょっとごめんなさい、曖昧に言うとあれなので、うん、うんうんですね。あとは英語で What are these inks? アルコールインクとしか言えないです、すいません、ね、英語が。いやいやいや、読めただけでもすごい。アルコールインク、This is alcohol ink. どういう感じでしょうかね。うん、なんかこれ後ろ見せたとこうか。こんな感じ。こんな感じ。うん。なんかパッケージはね、こんな感じ。もういかにも輸入品っていう感じの、めっちゃ英語ビヤーって書いてある。Thank you. 先ほどあのお団子アトムさんが、うんうん、あの説明してくださった水の上にインクを垂らして紙につける方法ですって。ああ、そうなんですね。そう、同じですね。あ、それですね。多分油なんですよ、あれ多分水じゃなくて。うんうん。Thank you. あ、わ、嬉しい。ね、すごい海外の方を見てくださってたの。Thank you, thank you. 語彙力がない。あと、
硯に新しく出たクリアファイル透け感も活かせるようなので向いているかもですね。へークリアファイル、うん、なるほどね。そうですね、あの陶器とかガラスにもいけるっていう、あ、書いてます書いてます、確かに確かに、はい、まあ初めは多分まあ一歩して練習した方がいいかも。そうですね、間違いない。ぶっつけ本番は多分大変そう。うん、こんな感じで、はい、はい、熊本市予算の湯干しとインクが2色セット、はい、ゴールドと茶色セットと水色とグリーンセットとパープルと何だっけこれ、ダイヤモンド、あ、そうダイヤモンド、はい、ダイヤモンドセットで、とりあえずスタートキットみたいな感じで販売します。はい、あと単色売りもしたりはするので、もしよければそちらをご購入して遊んでみてください。ちょっと換気はしてください。そうですね、ちょっと匂いとかがね、うん、うん、ちょっと苦手な人もいるとは思うので、ちょっとあの全然匂いませんとは言えません、うん、けど匂うけど、うん、乾かすときにフーンってする感じですかね。アルコールが飛んでる匂いかな感じです。そうですね、うん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 、まあ、そこだけちょっとね、あの気をつけていただいたら。そうそうそう、はい、あ、クリアファイルは作ったアートの画像をスキャンしてグッズにするという意味です。はー、そんなのができるんですね、すごい。これは新しい、うん、それはありではないでしょうか。これはめちゃめちゃいいやつを作ってね、持ち運びしたいですね。あ、だから多分本当にあのいいや、いいお気に入りはスキャンしてグッズにすればいいと思いますよ。そう、あの売る売らないもそれあれだけど、持ち運んでお気に入りは持ち運んでテンション上げるっていう。うんうんうん、結構あのね、あの私もそうしてるんですけども、うん、写メ撮ると結構、うんうん、映えるんですよ、重いのが。あ、なるほど。あと光のあれも変えられたりとするから、うん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 、またあの撮った色と違う色の感じも出たりとかで、なんかスマホの待ち受けにしたりとか、うんうん、あとはあの PC のデスクトップに、うんうん、あの設定してみたりとかしても結構テンション上がるので。そう、 Apple Watch の待ち受けにしてましたよね。アプローチないかな、アプローチ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 。しかもね、めっちゃ可愛いの。あの、いいですか、貸していただいて。見えますか、これ、ほら。ねえ、バンドの色と。そう、おそろにしてるの。おしゃれだと思います。これめっちゃ可愛くないですか、これ。これやばいよね。ねえ、こんな風にして遊べるので、これめっちゃ癒されません？これいいなと思ってます。今日私アプローチ忘れました。めっちゃいい匂いする。ありがとうございます。奪いました。はい、こんな感じで、はい、ちょっともう30分ぐらいオーバーしましたけど。こんな感じでしょう、まあ、これ一応 IGTV に残すので、以上、はい、はい、こんな感じで、はい、はーい、おさんでしたよね、楽しかったですね、おさん、はい、いい感じになると思います。そうです、あのお客様やっていただいてる、なるほど、リング15ミリリングって言われて、うん、あ、アクリル板、大体120枚ぐらい、ね、そうそう、匂い大切です。デイリーなんで、な感じで、ね、楽しんでいただけたら、あのすごい良かったです。はい、どうでしょうか、アルコールはあと知ってた人も知らなかった人もちょっとなんか得した感じになったかな。あの始めてみたいと思う人もぜひやってみてください。ぜひあの実物を見ていただいたら、うん、あのすごくよくわかると思うので、なると思います。ラメのきらめきなんかは特に、うん、ぜひね、はい、こんな感じで、すごい長い時間ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ではでは、はい。はい。